アイズミュージックアカデミー、安藤久典です。アイズミュージックアカデミーは音を楽しむをモットーに、ボーカルをはじめ様々な楽器を教えております。楽器コースではギター、ベース、コンピューターミュージック、作詞作曲、ドラム、サックスなど様々な楽器を教えております。アイズミュージックアカデミーの特徴としては、ボーカルコースの講師が、全員ですねカウンセラーの資格を持っておりまして、発声というのは心からですね声に影響するということをね、学んでますので、しっかりと心のケアもメンタルをしっかりと鍛えながら発声を鍛えるというトレーニングをしております。もともと僕は15年ぐらいボイストレーナーとして活動していたんですが、8年くらい前にですね、ボイスカウンセラーとして名前を変えて活動しております。それもなぜかというと、歌をずっと教えてたんですけれども、例えば歌が上手くなりたいだったり発声を良くしたいってことというのは、声っていうのは筋肉でできていてですね、ボイストレーニングをすることで必ず良くはなるんですね。ただ良くなったんですが、例えば自分が自分の歌はダメだとか自分の声はあんまり良くないっていうふうに心が思ってしまうと、どんだけ筋肉が良くなったとしてもその人がいいと思わない限りいいものにならないんですよね。でそこでなんとか心のケアもしたいということで、カウンセラーの資格を取りに行っていろんな心理学の資格を取りました。でそれから心のケアをしながらボイストレーニングをすることになると、まあ、生徒さんが先生に教えられるおかげで本当に心から歌が上手に歌えるようになったとか、コミュニケーションの発生で困らなくなったっていうご意見をいただいて、あ、やっぱり声と心ってつながってるんだなってことをですね痛感しました。まあ、それからうちの講師全員にですねカウンセラーの資格を取るように、指導しまして、僕自身も資格持ってますので、僕から直接、メンタルの指導もしております。そしてうちではですねボーカルコースというのは歌以外にボイスメイクアップコースというのがありまして、まあ声をメイクアップするということで、まあ、どういう方が通っているかといいますと、まあ、例えばコミュニケーションの発声、まあ、特にビジネスですね、営業で声っていうのは必ず使いますし、例えば電話対応もそうですし、声っていうのは仕事でとても大切なツールの一つなんですね。でそれも例えば声が小さいだったりこもりだったりっていう方の滑舌のトレーニングだったり、それも心で相手を接客するだったり、そういうところから期待させていただいてます。アイズミュージックアカデミーでは、まあ、楽器ももちろんやってるんですけれども、まあ、僕もボイスカウンセラーとして活動してますので、まあ、声で悩んでる方だったり、まあ、夢を追って何とかしたいという方だったり、こう筋肉を鍛えて良くするだけではなくて、メンタルからしっかりと鍛えて自分の夢を叶えて、しっかりとコミュニケーションにも生かしていきたい方にぜひ来ていただきたいと思います。